アシアナ航空991便墜落事故とは、2011年7月28日に、アシアナ航空の貨物機が、機内火災により、大韓民国南西沖の航海に墜落した、航空事故である。2011年7月28日午前3時4分、アシアナ航空991便は、インチョン国際空港を、出発予定時刻より20分ほど遅れて離陸し、 中華人民共和国の上海保東国際空港に向かった。この日の991便は58トンの航空貨物が積載されており、そのほとんどは液晶ディスプレイや半導体部品、織物などの一般貨物だった。また、火災の原因となりうるリチウムイオン電池、塗料、アミノ酸溶液や合成樹脂0.4トンなどが搭載されていた。991便は離陸後、 指定されたルートをもとに高度3万4千フィートまで上昇した。巡航中の午前3時54分、副操縦士は上海航空交通管制の管制官にメインデッキで火災が発生したため緊急事態を宣言します。1万フィートまでの緊急降下を要請します。との連絡を行った。管制官は降下許可を与え、991便は降下を開始した。 副操重視は続いて、最寄りのチェジュ島にあるチェジュ空港への緊急着陸を要請し、管制官はこれを承認した。991便は管制官への誘導をもとに、飛行し、午前4時1分に空港レーダーに捕捉された。その後991便は8000フィートに向け降下し、その後9分間は不規則に上昇、降下を繰り返した。管制官への最後の通信で、 パイロットは機体が激しく振動していると伝えていた。午前4時12分991便はチェジュ島の西 130km 地点でレーダーから消失した。大韓民国海洋警察庁はチェジュ特別自治道西 157km の地点で事故機のものと推定される残骸を発見した。午前7時にはチェジュ島南西海上で機体の一部が発見され、 991便の墜落が確認された。韓国航空鉄道事故調査委員会が調査を実施したが、ブラックボックスが回収できなかったため、火災の直接的な原因や墜落につながるイベントの正確な流れを完全に特定することはできなかった。回収された残骸の火災と熱による損傷の分布から後部胴体に積み込まれた。 危険物を含むパレットの一つまたはその近くで火災が始まったことが判明したが火災の原因を正確に特定する十分な証拠は発見できなかった火災は火元から胴体の残りの部分に急速に電波し胴体に沿って走る空調ダクトとコックピット周辺の天井パネルでは火災による損傷とすすが発見されたまた貨物の一部であるいくつかの電子部品が 塗料と合成樹脂の痕跡とともに翼の上面にめり込んでいるのが発見された。これにより991便は飛行中に貨物室で爆発が発生し、胴体外反の一部が空中に吹き飛ばされたことが判明した。事故調査委員会の報告では991便のパイロットがメインデッキ火災発生時のチェックリストに従い2万5000フィートを 維持しなかったことにも触れているが、仮に2万5000フィートを維持した場合は、チェジュ空港への最終降下開始までに消火が間に合わず、さらに降下中の酸素濃度の上昇で火災が拡大するため、結果は変わらなかっただろうと結論づけている。アシアナ航空はこの事故により、約1億9000万ドルの損害を受けた。また、この事故と前年に発生した。 UPS 航空6便墜落事故をきっかけに ICAO はリチウム電池の航空輸送に新しい安全基準を適用することを検討した。ありがとうございます。